こんにちは、ぬいこです。今回はこちらのカットソーの身幅と肩幅、それと着丈を短くするリメイクをします。こちらは全体的に大きいのですが、特に気になるのは肩幅の大きさで、四角に近いようなお袖がついて、ちょっとやっこさんのようなシルエットになっています。こちらの T シャツの大きさに近い寸法に小さくしていきます。カットソーと T シャツの中心を大体でいいので合わせて、左右同じぐらいのバランスになるように乗せます。まずは身ごろの方のアームホールのラインをこちらに移していきます。色が濃いので移すチャコは白に近いものにします。色鉛筆の肌色を使います。白でも構いません。参考にする T シャツを少し持ち上げて、出来上がりの位置に印を入れていきます。色鉛筆を代用していますが、手芸用の鉛筆型のチャコペンを使ってももちろん大丈夫です。身幅の角の位置も十字で印をします。大体のラインが引けました。この位置が仕上がりの線なので、こちらに縫い代を1センチ程度つけたところにラインを引きます。1センチ外側が裁断する位置となります。片側のアームホールが引けました。反対側は2つ折りにした状態で一緒に裁断しようと思いますが、ポイントとなる位置だけ印を入れておきます。肩線の位置が襟ぐりから 10.1 センチなので、同じ位置に印をします。アームホールと脇の角の位置、こちらも印をしておきたいです。今縫われているアームホールの位置から16センチ下がったところより1センチ内側が角になっています。同じ位置に印をします。16センチ。この角と角の距離を測ります。48センチです。参考にしている T シャツの身幅も測ってみると48センチです。同じ寸法で印がついています。脇線はこのまま垂直に下に48センチの幅で下がっていくことになります。バストラインに案内線を入れて、このラインバストラインに対して垂直に脇線を下ろしていきます。この脇線は出来上がり線なので、この線から1センチ外側にももう1本平行線を引いておきます。
丈の位置にも印を入れますが、この T シャツより5センチほど短くしたいので、その位置で印を入れます。裾の縫い代は 2.5 センチつけます。さらに 2.5 センチ下の線を引いておきます。こちらのカーブラインを引いていない方は、ラインを引いた方を裁断してからカーブラインを重ねて写します。それ以外の直線部分はこのまま裁断をしてしまいます。こちらを残して裁断ができました。こちらのカーブは2つ折りして脇をしっかり合わせて、肩の位置も襟ぐりからしっかり合わせて、裁断されているラインと同じ位置でカットします。これで身ごろが裁断できました。では袖を裁断します。こちらが肩で、こちらが袖下の方になります。片方の袖をまず印をつけていきます。Tシャツの袖に合わせると袖丈が今ぴったりぐらいです。少し短くなってしまっても問題ないので、ここの縫い目の際で一度切り落として袖だけの状態にします。こちらのお袖はちょっと特殊で、フリルになっているパーツを重ね合わせています。縫い目のところで裁断すると重ね合わせたのがバラバラになってしまうので、待ち針で留めておきます。ちょっと肩の位置にも印を入れておきます。通常の袖の形は肩の位置が一番丈が長く、袖下に向かってだんだんと丈が短くなる、このようなラインとなっていますが、こちらはデザイン性のあるお袖でほぼ同じ長さで構成されています。このまま新しい身ごろに縫い付けても良いですが、ちょっと袖下が長いのは脇の下がもたつくので、通常のお袖の形に近いような、だんだんと距離が短くなるカーブにしようと思います。アームホールがだいぶ狭くなりますので、この重なりだと袖幅自体も広く削らなければいけないので、ちょっと重なり部分を多くして袖幅を狭くしてしまおうと思います。縫い代1センチ必要となりますので、
袖付け位置よりも1センチ飛び出た状態で肩の位置は合わせています。ちょっと折り込みを多くして袖幅を調整しつつ丈も確認して袖山線を入れていきます。めくりながらラインを写していきます。袖山の位置にも印を合い印を入れておきます。袖幅に合わせて折り込む位置を変えたので反対側のお袖も縫い代を切り落とした状態で合わせて折っておきます。では最初に印をした方に縫い代をつけた状態でカットします。縫い代は1センチにします。カットソーなので多少寸法が違くても縫い合わせはできます。反対側の袖に重ねて同じラインで裁断します。準備ができました。ちょっとずれないように重なり部分を待ち針で留めて身ごろと縫い合わせします。縫う順序ですが脇を縫って身ごろを筒状にしてから袖ぐりと袖山を縫い合わせします。中表に合わせて両脇を縫います。カットソー生地なのでニット用ミシンとレジロンを使います。仕上がりの位置端から1センチ内側を縫ったら布端はジグザグかロックミシンをかけておきます。4本の糸のロックミシンの場合は布端始末と地縫いが一緒にできますので1回縫えば大丈夫です。手縫いの方は1針おきに返し縫いをして布端は斜めにかがっておきましょう。はい、両脇が縫えました。4本糸のロックミシンで縫っています。では袖をつけます。中表に合わせたいので今身ごろは裏が外側になっています。内側が表です。カットソーの袖は基本的に左右同じ形ですがこちらのお袖に関しては左右ありますので間違えないようにつけます。このお袖はこちらが前でこちらが後ろです。ですのでこのお袖を中表に合わせるためにこちらが前なので前と合わせるように中に入れます。普通のお袖はこのように重なっていないのでもう少し平らな状態でつけられると思います。肩の位置を合わせて脇と袖下も合わせます。袖下と脇の縫い代が重なってゴロゴロする場合は縫い代を倒す方向を互い違いにしておくとゴロゴロせずまた縫い合わせの時も縫いやすいです。
袖下と肩、合わせるべきところをまず合わせます。肩の縫い代は襟ぐりとの縫い合わせで倒れている方向に同じ方向に倒しておくと良いでしょう。肩と脇、袖下が留められたら、あとはバランスよく待ち針で何箇所か留めておきましょう。待ち針が止まったら、布端から1センチ内側を縫います。先ほどと同じように、布端始末もしておきましょう。袖が縫えました。表から確認します。タックになっていないか、しっかり縫えているか、チェックしましょう。では、裾を縫います。裾は布端始末をしてから2つ折りをして縫います。ジグザグミシンかロックミシン、手で縫う方は斜めにかがります。こちらはすでにロックミシンをかけた状態です。では、縫い代 2.5 センチつけていたので、2.5 センチ上に2つ折りをして縫います。脇の縫い代がゴロゴロとする場合は、互い違いにして2つ折りすると平らな状態になるので縫いやすいです。2.5 センチで折ったら、布端から5ミリ程度のところをミシンか手縫いで縫います。横方向はカットソー生地、とても伸びますので、手縫いの方は並縫いで良いかと思います。15センチほど縫ったら、少し生地を伸ばして、適度なゆとりのある糸調子にしておきましょう。とても伸びるカットソー生地の場合、横方向で直線ミシンをかけるのが難しい場合があります。なかなかミシンが進まなかったり、布が伸びてしまって綺麗に縫えない場合はジグザグミシンで縫うと良いでしょう。縫い上がりの様子を見ながら直線ミシンかジグザグミシン選んで縫いましょう。裾が縫えました。これで完成です。今回のカットソーの身幅、肩幅を小さく、着丈を短くリメイクする方法はいかがでしたでしょうか。フリルがついているお袖だったので、肩幅が広かった時は重い印象がありました。フリルの位置が上に上がったことで、視線も上に上がり、スタイルアップ効果が期待できます。肩幅を小さくするのは少し手間がかかりますが、動画を見ながらリメイクにチャレンジしてみてください。これからも洋裁、リメイク、お直しなどいろいろなご提案をしていきます。縫い子の洋裁教室を今後ともどうぞよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。